銀ユゴイは、鈴木目、ユゴイ科に分類される魚の一種。別名、ミキュウ、ミコ。太平洋の中、西部、インド洋に分布する。銀ユゴイは、沿岸の浅い岩礁域に生息し、水深3から18メートル程度のところで見られる。体長は、基本的には20センチメートルを超えないが、大きな個体になると30から40センチメートルほどに。 成長する。体色は青っぽい銀白色で、目が大きい。金縁種とは違い、尾びれには、計5畳の黒褐色の縦体がある。背びれは10棘9から11難情。尻びれは3棘10から12難情。主にプランクトンを捕食する。大型のものは、甲殻類や小魚なども捕食する。南日本では6から7月頃に幼魚が潮溜まりで。 見られる。川口周辺で見られることもある。銀魚ごは、食用に利用されていて、揚げ物などのほか塩漬けや、干物などにも利用される。しかし、水産的には、あまり重要とされておらず、他の魚を捕らえるための餌として利用されている。AB 木村義史、フィールドベスト図鑑日本の海水魚学習研究者、2000年8月4日。 ISBN4 から05から40万1121から7。P78ABC 滝安彦、河野博坂本和夫、細谷和い、新定原色魚類大図鑑図鑑編北流館、2005年12月15日。ISBN4 から832608207。P504。ありがとうございます。